なんで休みの日に所長がいるのでちゅか？お仕事でちゅか？いつものことでちゅよ。誰かさんが仕事を遅らせるからこっちにとばっちりが来るのでちゅ。でも所長と二人っきりになれるのなら日曜出勤も悪くないでちゅね。冗談でちゅ。でもたまに思うことがあるでちゅよ。いつまでもこうやってしていたいってつまらない仕事、つまらない残業、つまらない毎日、つまらない日常、いつまでもこうして。来てください、高弘さん。高弘さん、起きてください。仕方ありません。すみません、高弘さん。まだ起きられないのですか？すみません、もう一回。高弘さん、ごめんなさい。やっとお目覚めになられたのですね。痛い。痛。でも叩いても起こしてくれと言われましたので。って、あれ？あの、高弘さん。また寝てしまいましたか。ごめんなさい。起きてください。高弘さん、すみません、電極で少量の電気を流させていただきました。2時ですが。だって高弘さんが。いや、そういうわけではないのですが。ですが、高弘さんに就寝する前に夜中の2時に起こすよう頼まれまして。なんでも夜中徘徊している女の子がいるから捕まえるって。ですよ。そうなんですよ。
い出してくださいましたか？ふう、よかった。これでリニアのお役目は終わったのですね。ってなことで、リニアはこれで…
ヒロなんか嫌い。
です。なんでこんな時間に厨房に？キルル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 。この娘さんって、あのですか？そんな叩かれるとリニアのお鼻が曲がってしまいそうですよ。あ、そうですか。でもそんなにお気遣いされなくても大丈夫ですから。キュルル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 。今作りますからね。できましたよ。キュルル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 ル。うるさい。はい、鈴木さん。ありがとう。これはソースをかけて食べるものじゃないんですよ。これはですね、明石焼きといって、このだし汁をつけて食べるのです。明石焼き？はい、そうですよ。食べていいの？はい、鈴木さんのために作ったのですから。いただきます。あ、もくもく。どうですか？あの しかして、美味しくないですか？美味しい。よかった。まだまだありますよ。たくさん食べてくださいね。はい。